円安がね、今後どうなっていくかっていう状況も少し変わりつつありそうなので、ちょっとお話ししたいなと思ったんですね。米国でね、インフレ懸念でずっと FRB が、アメリカの中央銀行ですよね、FRB ね。まあそこがインフレがとても激しく進んでいたので、公定物価を上げることによって、インフレを抑制しようとしていたと。なので株価がずっと下がってったんですね、年初来。アメリカの株がね、 FRB が利上げをして、それがなかなか効果が出なかった。ところがですね、先日の消費者物価指数ですか、アメリカのね、それが 9% から 8% に落ちたんです。これでもしかしたらインフレが一服するんじゃないかと。今まで FRB が利上げをしていて、米国のドルに金利がついていたんですよ。一方ね、世界の中央銀行は何してるのかっていうと、ヨーロッパはそれに追随していったんですよね。ところが日本だけは、日銀がやはり日本の企業がまだ十分にデフレから出してない、そんなに元気がないっていうことで、低金利政策を続けるっていうようなことをやってたんですね。なのでドルに金利がついて円に金利がつかないというようなことから、急激な円安に行って150円を突破するっていうような、ね、状況になっていったと。なのでそろそろ来年ぐらいからはね、アメリカの株やなんかが上がり始めるかなっていうような状況になってきています。 30% 近くぐらいこの1年間下がったんじゃないですかね。だから買うには結構いいタイミングだったと思いますよ、いろんな株価がね。皆さん買いましたか？まあ私はちょっと少し買いましたけども。まあこういう時のね、素人は底値を知ろうとするんですね。底値ってのは実際どうなるかわかんないんですよね。そうすると底値を知ろうとすると買い損ねるっていうことになるので、まあ適当な段階でね、十分に下がってきたわけなんですから、自分にとって魅力的な株だけを買うようにすればいいんじゃないかなと思うんですね。そうすると今度株価が上がってきた時にね、キャピタルゲインも狙えるだけじゃなくて、いい株を仕入れたならば、それをずっと持っていることによってね、配当金もされるかもしれないし、キャピタルゲインも狙えるかもしれないっていうようなことでね、いいんじゃないかなと思います。